さあ皆様こんにちは、リアムアレクサンダーでございます。ということで今回もザ・クルーじゃなくて、GTA5 ね、はいはい、GTA5 の実況やっていきましょう。前回の続きです、S に、シミオンのミッションを受けようというところで、あ、待った、中に駐車場止めればいい話だよな、これな。なんでこんな路中してんだよって話だよな。中止めよう。障害者用だけども、まあ、ゲームということで許してください。障害者用ですけど止めさせていただきます。申し訳ない障害者用だけどね、まあ、ちょっとゲームということで止めさせていただきましょう。さあ、はい、 OK。 はい、プラウドオブユー。Okay, so what you got from James DeSanta? Some kid. He is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments. Just go and get it. The house. Just go and get it. Hampstead, off Eclipse. It's an SUV. SUV. For Hill's daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car. Don't worry back about. In good condition, huh? Gotcha. Don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in law school, huh? Okay. ということで、あ、でもこれはもう目的地は、あ、間違えた。設定されてるね。Okay。ということで、向かいたいと思います。少々お待ちください。ちょっと待ってね。ちょっと、取れてるかどうか確認します。取れてるね。よし、行きましょう。ということで、マイカーに乗っていこう。これまた交通ルールはね、まあ、知らない方はね、一応お知らせしておきますと、こういう風に時間制限のないところは必ず、僕まったり実況ということで、交通ルール守っていきますんでよろしくお願いします。危ない危ない。この車の名前何これ。ブラバドバッファロー S スポーツカー。なんか外見いい車っぽそうだけどね、これね、外見いい車っぽそうだけど、そうでもないのかな。排気ガス出てますね、これ排気ガス出ちゃってますね。 FC の1988ですね。サンアンドレアスって書いてあるのかな、これは。そうだね、サンアンドレアス書いてあるね。すごいね、ここまで拡大されるんだね、これ。やばいね。さあ戻そう。やっぱね、長いね、待ち時間が長いですね。まあこれはまあまあまあしょうがないですね。で、なんかマイクがね、不調なのかなんだか知んないけど、GTA 実況の2本目かななんかに、音声がブツ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 途切れてた時があったんですよ。フランクリンの家のラーメンとかを紹介してる時なんですけど、なんで今回もちょっと収録中にこう音が途切れる場合が、あ、なんで曲がったお前。音が途切れる場合がございますので、そういう場合があればご了承ください。一応収録する前に、ね、テストとかはしてるんです、一応。まあ、20秒ぐらいだけど、一応20秒の時ずっと喋り続けて、その音声途切れてないかとかっていうチェックするんですけど、今回20秒ぐらいチェックして、1回も途切れてなかったんだよね。だから普通に撮れてると思うんですけど、たまにね、たまにちょっとこう、ブツ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 って何言ってるか分かんなくなるぐらい途切れることがあるかもしれません。その時は本当にご了承ください。もう元データの話なので、編集中に起こったバグではないので、どうしようもないんだよね、それはね、申し訳ないけども。直そうと思っても直らないものなので、もう撮ってる時点で起こっちゃってる出来事だから、撮れてないってことだからね。だから、そこはもうしょうがないので、よろしくお願いいたします。多めに見てください。まだね、実況を始めて3、4ヶ月、収録時点では3、4ヶ月なのでね。まだまだ未熟者でございます。機械の方とかもね、収録機器とかに関してもそんなに詳しくないので、よろしくお願いいたします。あ、待った、お前遅い、気づくの遅すぎ。ラジオ流れてる、これ著作権大丈夫かな。まあ引っかかっただな。僕は別にあれなんですよ、なんだっけ YouTube 動画投稿してその収入を得るとかいうことは僕やってないので、収入をオンにするみたいなやつ、なんかファウンディングかなんかで設定できるんだけど、なんかもうめんどくさくてめんどくさくてそこ設定してないので、多分僕の動画見てくれても広告とかその動画出たりとかっていうのは一切ないと思うんですよね、オンにしてないので、だから別に著作権かかろうがなんだろうがね、別に大丈夫なんですけど、ただ一つ問題があって、端末から見れなくなるっていう制限がかかる場合があって、
端末から見れなくなっちゃうとスマホから見れなくなっちゃうんだよね。いわゆるね、スマホから見れなくなったらもう正直ほとんどの人が見れなくなっちゃうんじゃないかなっていう、このなんだっけ、このデバイスでは再生できませんみたいになっちゃって、お前ふざけんな本当に、割り込むのもいい加減でしょあっていう話の途中だったね。あ、電話、はい、When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dawg. Oh, I am sure you will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simeon? Do not talk to me about easy, you thief.よし、ということで、なんだっけ、そう、デバイスから見れなく なっちゃうと、元も子もないので、それだけは避けたい。でも音楽によって違うんですよ。音楽によって著作権かかる制限っていうのがあって、全く制限がないものもあるんですね、実は。引っかかっても。全く問題ない。収入が得られないだけで、収入がね、オンにしてても、収入が得られないだけで、その動画の視聴、そのここの国では見られませんとか、このデバイスでは見られませんとか、そういうのは全く一切ないですよっていう、ペナルティがない音楽もあって、あとめちゃめちゃペナルティのある音楽もあって、なんか何十カ国で再生できませんプラスパソコン、スマホ、なんかタブレットから再生できませんとか、もうめちゃめちゃなかかる曲もあって、まあ曲次第なんですけども、まあ、多分曲を作ってる会社かなんかの多分問題だと思うんですけど、それになっちゃった場合はね、もう動画ほとんどの人見れなくなっちゃうので、それだけは本当に避けたいところなんですけどもね。よいしょ、ここの信号ね長いんだよね。俺ね、個人的に遊んでる時も結構僕安全運転が好きなので、個人的にこう移動しててもこう信号を守ったりするんですけど、ここの信号本当に投げんだよね。多分通路が 1,2,3,4,5 本あるので、それぞれが一個一個なる感じなんだろうね。本当に変わらないんで、ここは。これちょっと本当に長いようであれば無視します。ここだけはちょっと本当にここだけは異常に長いので、本当に長いんだよな。もういいかな。もう会社7分でまで何もしてないよ、本当に。頼むよ。まあ俺が 言ったんだけどさ、守るって。今だってここが青のわけでしょ？ここ青止まったよね。ああ、なったなった、よしよし。コン、素晴らしい。コンとか言っちゃって。ナイスナイス。うわ、曲がってくるな、お前よ。割り込み。割り込みがひどい、本当に。まあ、アメリカだからしょうがないんだけどさ、まあ、日中茶飯事だよ、こんなのは。割り込みとか、方向指示器を出さないとか、もう日中茶飯事だけどさ、クラクションもやばいですよ。あのね、アメリカ住んだことある方ならね、わかると思うんですけど、もう日々クラクションになってる。もうどっかでクラクションになってるからね。やばいよ、本当に。だからね、アメリカに住み慣れちゃうと、日本帰ってきても、日本だとそんなに、今大丈夫、今のは大丈夫よ。今のは許して。なんだっけ、日本でね、プー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 になったら結構ね、意外と皆さん気になると思うんですけど、もうね、アメリカにね、1年でも住んでるもんならね、もう何にも気にならなくなりますよ、クラクションなんか。当たり前すぎちゃって。もう感覚おかしくなりますからね、これ海外住む方は気をつけてください。クラクションね。ここだね、到着。マイケルの家ですね。よし、ここに止めよう。はい、じゃあここからスムーズに行こう。一応方法はもうね、知ってるので。あれ、なんだっけ、ちょっと待って、テレビの音が、俺の問題だけど、テレビの音がちっちゃい。庭師を気絶させます。ほら、よろしいかな。はい、 OK で、車を奪う。この車庫の中に入ってるので、外側からね、鍵開かないんで、こっから登ろう。あれ、これ俺の車と同じような感じだな。バッファローなんて。やばいな、本当にこいつ。口の悪い家族だね、本当に。おい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 、気づかれた。うわー、ちょっと足音でかすぎた。うわー、やっちまった。
で、なんで今気づかれたんだろう。うわ、やっちまったよ。もうちょっと待とう、もうちょい待とう。よし、もういいかな。危ない。これステルスモードで行った方がいいとかか、そんなんある？ないよね。ステルスモードのやり方わかんない。L3 か。あ、ステルスモード音が出てない。素晴らしい。オッケーオッケーオッケー。そして、ここで、ゴルフやるんだよね。今ダメかな。今いける。ナイス！オッケー。よし、行こう。邪魔。よし、オッケー。完璧です。よし、レッツゴー。ということで、先ほどのお店に戻りましょう。まあね、この赤いのにはね、もう多分知ってる方も多いだろうけど、まあまだ言わないでおこう。何かが起こりますよ。これ、交通ルール守っていく？守っていこうか、一応。If you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. これなんだこれ。あ、左だけがいけんのかこれ。信号のやっぱ青になったよし。これはちゃんと SUV、あ、カリン BJXL。あ、おお、ここで今俺何も言ってないよ。勝手に変わったね。マイケル出てきました。これが出てきたので、ちょっとここはねスムーズに行くために、ここはちょっと普通にあの信号無視していこう。到着を優先します。おお、怖い。ああ、切りかんね。うわー、やっちまった。さすが SUV だなこれ。全然壊れねえよ。車体硬いからね。カスタマイズがしてないのにね。すごいよね。おー、ソーリー。これ、ワンタップ、これ全然一回ボンネット視点にしたら結構しばらく戻らない。押しても。余裕のある時に見ないとダメだね、これ。よし、到着。どこだっけ？よし、OK。よし、行くぞ！あそこじゃ！レッツゴーレッツゴーレッツゴーバリーン。シミオン、シミオン。What are you doing? It's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Get out of here, kid. You motherfucker! Simeon Yaterian doesn't back down to anybody. オレ、タフだなこいつ。お前なんだこれ。あの、よし。おりゃ、これ地味とか結構痛いよこれ。うわ、いって。Did he agree to have some punk break into my fucking house? I have no idea. That kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent scumbag piece of shit. Don't make me have to come back here. いい一仕事終えて、はい。ということで、はい、あ、注意ね。はい、ミッションクリア。一本の動画で
クリアできたね。 OK ということで皆さんも今回もご視聴ありがとうございました。 Twitter の ID 概要欄に書いてありますので、ぜひ Twitter で検索してフォローしてみてください。次回この続きからいきたいと思います。ということで次回のグランドセフトオート実況でお会いいたしましょう。さよなら。